はい、それれではは次にに参りましょう。う疲るるあいいい痛ととこついての解決方法ですね。疲れたり、あるいは痛くなったりというのは主に筋肉の緊張ですね、あるいは過剰に使っている、あるいは可動域を超えているということが原因です。そこで、まずです、ね、先ほどご紹介したクラゲ浮きで筋肉を緩めるということを知ります。 でこの緩める時間をですね、できるだけ伸ばすようにすればまずですね、その筋肉の緊張による疲れというものが減るはずですそれから筋肉を入れる、まあ、力をですね、入れる動作と反対の動作ですね、同時に行われる反対の動作に意識を持つと結構これが楽になるんですね例えば手で書くというですね、この手で書くと。 いうこことなんですがでこの手で書こうとして力を入れるとですね当然こう力を入れてしまうと今度この辺が疲れてきちゃうわけですねで手を書くという動作と同時に何が行われているかというと実はこの手を反対の手はですね入れて伸ばすという動作が行われているわけですねそこで、えー、入水した手をですね素早く伸ばす間にこっちの手を ここまで、後ろの方まで運ぼうというように、この意識を切り替えるわけですね。そうしますと、この伸ばすという動作ですね。これ非常に短い時間で終わりますので、水中の手もですね、素早く後ろまで動くことができると。従って、この手がですね、水中で加速することで推進力が生まれるわけです。ですから、 手を伸ばして進むというのは、別にその手を伸ばすだけで進む、これ自体、進むことは進むんですけれども、それが大きな推進力になるのではなくて、あくまでもこの水中の手を素早く動かすために、意識を反対側に持っていくというのが、この伸ばす手に、あるいは入水する手に意識を持つというです、ね、この大きな理由になるわけですで。もう一つは肩ですね、リカバリーするときの肩なんですけれども、 えー、手を単純にですね、こう運ぼうとすると、どうしてもこの肩をう使うわけですね。で肩でこう手を引っ張るようにしてしまうんですが、これを肩ではなくて、ですね、この脇の下ですね、脇の下を広げるっていうふうに意識すると、まあ、それだらけでですね、その肩の緊張というのはだいぶ取れるんですね。脇を伸ばすときに肩に力を入れる人というのはほとんどいませんから、でも手をこのようにです、ね、動かすという観点では、 肩を使って手を運ぶということとそれから脇の下を前に伸ばすということは同じ結果が得られるわけですね。このようにですね意識をする対象ですね反対にすることで楽に泳ぐあるいはその疲れるということが取れるという、まあ、こういうメリットはあるわけなんです。